これを見れば2月のライズが楽しめる大討論会ありがとうございます、ありがとうございます。さあなんとですね、皆さん2022年の2月ライズが3大会もあるんですよ。やりすぎじゃないですかね。そうですね、結構やりますね。なのでそれを皆さん楽しんでいただくために今回はもみ姉さんと、はい、そしてゲストにあかりさんを迎えてですねこんな試合があるんだよと、こんな面白い試合があるよっていうのを一緒に予習していきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。こんなありますからね、試合が。そうですか、2月分で3大会ですからね。3大会って大丈夫です。まずはこれ2月何日ですか。12日土曜日、新宿フェイスにて行われますライズエボル10。これもともとあれだったんですよね。この1日でライズの女子大会と昼と夜で男子の大会と女子の大会やる予定だったんですけど、ちょっと新型コロナウイルスの影響で何試合か、まあ、延期とか潰れてしまってギュッとなったこれですよ。もうお得ですね。お得ですね。めっちゃお得ですね。一工業で一工業で本当はそれぞれ、ね、チケット買わないと見れなかったところを、うん、チケット1枚でギュッと見れるとまだ皆さん買えますよってことで実質じゃ4大会分ですね、これね。そうですね、4大会分の、うん、いけますね。さあ今回はしかも全試合全試合コメントをしていってもらおうと、まあ、僕とあのもみ姉さんがうまい具合に回しますので、あ、まあ、基本的にはあの私、あかりちゃんにコメントしていただいて、はい、あ、私、もう、ね、私が好きに喋っていただくと、好きに喋っていいですか。もう好きに P が入るかもしれないです。いやもういいんじゃない。もう、あ、もう、P、あの優秀な撮影班がいらっしゃいますので、そこはお任せして。わかりました。好きに喋って、好きに本当に。でももみ姉さん久しぶりですね。そうね、あ、すみません、ありがとうございます。本当に紹介に遅れましたけれども、はい、なんかもう誰かわかんないって言われないようにちょっとまだ牛を切るまだすがってるんですよね。ちょっと恥ずかしいの。もみさんといえばですよね、やっぱりまだすがってるけど、まあちょっとあの一ファンとして、うん、ファン目線からまたコメントもしていきたいと思います。あ、そうですね、はい。じゃあちょっと最初に自己紹介からやっていきますか。自己紹介こっちのいるかなやってた方がいいんじゃないですか。誰なんだみたいな感じになるんで、あ、そうか、そうか、誰だ、はいはいはい、誰だおめえはと、まあ、長かったら編集してくれるんで、まあ、適当にこれ全カットされたら結構初期紹介ですね。じゃあ一応はい、はい、初代ライズクイーンアトム級王者のもみです。昨年、宮崎小雪選手に負けて引退をしたんですけれども、まああのライズファンとしてずっと大会見続けています、はい、っていうそういうやつ、あの元々選手でした、はい、そむらです。もみさんです、ありがとうございます。お願いします。そして、あ、先日はあの判定で負けてしまったんですけれども、あのライズ女子あのミニフライ級でやらせてもらってます、あかりです。お願いします。ありがとうございます、あかりちゃんです。そんな感じ、あけそんな感じ、おしとやか、今日はおしとやか、おしとやかでした。あ、じゃあ P ないかもしれない、 P ないかもしれない、国会が来るでしょう、はい、じゃあ僕もやっていきますか。あ、お願いします、はい、よろしくお願いします。主に司会業をやっておりますブラックパーサーベナーと申します、よろしくお願いします。ありがとうございます。戦う方ですか。はい、いやいや、あの主に司会業をやっております。はい、それでは、はい、早速いきましょう。いきましょう。今大会まずはこちらですね、出ております、島田正則選手対藤井茂樹選手、スーパーフェザー級での一戦です。60キロですね、うん、島田選手はもう27戦やってるんですね、うん、結構やってますね、うん、結構やってます。そして藤井選手は、まあ、5戦なんですけど4勝1敗ということで、うん、いい選手。で2021年のキングオブルーキー、うん、2021昨年ですか、優勝してます、うん、昨年。結構注目選手なんですかね。そうですよ ね、まあ、非常にあのここから本当にトップランカーに絡んでいくんじゃないかっていう藤井選手と、まあ、ずっと、まあ、27戦して9勝16敗ではあるんですけれども、うん、もうその
急所の中で7 KO 率からね、高いですね。多分当たったら倒れるというような KO 率 70% のハードパンチャーです。そうですね。さあ次行きましょう。ドドン。はい、素晴らしい。ありがとうございます、ライズさん。ありがとうございます。ありがとうございます。第2試合、星優雅 VS 俊之介でございます。俺ね、僕あの星優雅は知ってるんですよ、うん、元々あの、練習の方もってことですね。そうですね、アイディールジムっていう、うんうん、渡辺優斗って、うんうん、もともとライズ出てた自分 の、 あの先輩がやってるジムで自分も教えていただいてて、そこで練習もしてて、結構そのアマチュアの時にはライズノバでその優勝したりとか MVP になったりとか結構いい感じだったんですけど、プロデビューして思ったよりもその2回連続引き分けでちょっと行ききれないみたいな。なるほど。どういう選手なんですか？まあ、うまいですね。うん、そういう技術、まあ、うまくなっていってる段階ありますけど、まあ、空手のベースはやっぱりあるんで、まあ、蹴りは何でもできるし、そういう技術はあるんですけど、やっぱその1個やっぱりそのプロとして超えていく、やっぱその引き分けっていうことはその取れる試合なわけじゃないですか。そうですね。っていうような試合を最初ちょっと落としたんだっていうのもあるんですけど、で4戦目でやっと勝ってたんですよね。へえ、うん、そこで KO で勝てたのが前回だったんで、ちょっとそこで殻破れたのかなって感じもありますし、ね、はい、まあすごいスキルはあるんで、あとはちょっとここでグッとそのいけるのがここで見れると、ね、2回連続勝てるとちょっと変わってくるのかな、本人もって思いますし、ね、名前がいいですね、星優雅って。もそうです、芸能人みたいな名前ですかね。かっこいい、かっこいい。本当にでも俊之介もなかなか味わいますよね。そうですね、逆に、うんうん、いいですね、和な名前で。和ですね。和2002勝だから、パーフェクトレボーですね。わ、本当だ、うん、2019年全日本アマチュアキックボクシング準優勝。あ、おこれ私の先輩であるさざなみさんの推薦選手っていうことで。あら、あ、さざなみさん、大先輩、大先輩、大先輩、一応大先輩、直の一応一応一応大先輩、一応大先輩、一応とは一応大先輩です。どういうことだろう。そう、深くは言わない。さざなみさん、突っ込まない方がいいですかね。突っ込まない方がいいですかね。鹿児島代表するビッグプロモーターです。すいません、さざなみさん大先輩、どういう方だろう、さざなみさん。あんまそう、あんま言えない人もの、そういう風に取られちゃう、逆にそう言わないのも、いっちゃいけない、それはそれで名前を置いてはいけない、微妙ですよね、それも一応大先輩みたいな、一応です、一応まあなんか、うん、まあ次行きましょうみたいな、ちょそれ、そうです、次行きましょう、次行きましょう、はい、次行きましょう、ドン。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。山科直文対福島そうだということで、うん、これちょっと僕のジャンルが多いんですけど、そうですね、レーサーバー選手は、そうなんですよ、で山下奈央組は、まあ、僕と同じ道場で、うんうんうん、なります道場で、まあ、あの所属も一緒なんですけど、うんうん、俺もその幼稚園から知ってるんで、幼稚園から知ってますから、すごいいっぱいになって、はい、僕ももうその頃小学4年生ぐらいですよね、10歳くらいで幼馴染、はい、幼馴染なんですけど、でも未だにちょっとなんかわからないですよね。仲良くない。いや、仲良くないですよ。仲いいですよ、一緒にコメダ行ったりして仲いいですけど、コメダ行ったり、2人で行ったりしますが、風呂行ったりもしますし、はいはい、仲いいんだけど、まだわからないですよ、あんまり。だからその自分を見せないというか、あ、そのプライベートが分かる、多分分かる人いないんじゃないかな家族すらも分かんないんじゃないかなっていうくらい、ちょっとやっぱ謎なんですよね。で、僕としてはちょっと感情を出すような相手を欲しいなっていうのありますよね。確かに。対戦相手の福島壮太選手、現在3連敗中。なるほど、うん、連敗から脱出するために気合が入ってる、うん、まあでも相当もしかしたらもう やられてもいいっていう覚悟くれるんじゃないですか。確かにもうね、勝ちには絶対来ますよね、うん、結構3連敗で崖っぷちな状態であるからこそ、やっぱり勝ち星を守る試合はしないだろう、ね、しなさそうですね。だからちょっとそういう相手にっていうのは、ね、今のところその2戦2勝でどっちも判定勝ちなんですけど、うんうん、それもまあまあまあ嬉しいですみたいな、嬉しいですねみたいな感じなので、はい、そ
そこのちょっとね、表情が変わるところが見えるかっていうの、ね、うん、そうですね、そうですね、やっぱりその勝ち上がってったらね、そのマイクパフォーマンスとかもあるじゃないですか。あ、そうですね、やっぱりそこはそのベイノイズも弾いてほしいってのもあるんで、ちょっとどうなってるのかなっていうのもあるんですけどね、モースいてほしくなりますからみたいな感じになるんじゃないかなっていうのもあるんで、ちょっとここをちょっと爆発してほしいなっていうのはありますね。楽しみな一戦ではありますね。そうなんですよ。これなんかウォンバットって知ってます？ウォンバットって動物、うん、あ、知ってます？ちょっとぼやっとした、そう、ぼやっとしたぼやっとした動物、オーストラリアにいっぱいいるらしいです、それに似てるんです。あ、なるほど、なんとなく。だからその僕はブラックパンサーでいいの。あ、はい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 、やっぱそれに次いでウォンバットを名前に入れたいと。それやっぱりだからまだ実力が伴ってないと。実力が伴ってきたら名前にウォンバットが、ちょんちょんウォンバットなんでしょ、入るかもしれない。あ、なるほど、じゃあちょっとそこも、そう、それもかけて、そうですね、ちょっと注目ですね。そうなんです。リングネーム大事ですからね。確かに大事ですよ、はい、モミさんって本名ですか？本名です。今さら今さら今さら。でもあのモミさん使う本名です。あのまま、はいはい、あ、じゃあもう待って待って、知らなかったっすよ本当に。じゃあ、あの漢字は違うのかなって。今もそのままです。そうなんですね、かっこいいですね。じゃあもうお母様が名付けた名前なんですね。本名かっこいいですね、めっちゃ。ママ、いません、まだ、ママ、まだね、2、まだね、これね、3試合目なんです。3試合目大丈夫ですか？言われるんですよね、カンペで次に出てますから。あ、次どんどん行きましょう、行きましょう、はい、ドン。あ、あ、デリゲルブルン献身反対、小川優太。よく読めた、よく読めました、すごいですね。これはね、名前がね、長いです。次、ドン。ちょっと上げてあげて、少しぐらいちょっと触って戻します、戻します、戻します。こんなツッコミどころのある名前の、ね、ここにかけて次行くんかみたいな。あ、違いました。デリゲルブルン献身反対、これ知ってます？あの2月のエルドラドで、そうですね、あの私がボコボコに、練習でボコボコにしたウイツさん、いややこしい、ややこしい。どういうことだ。あかりちゃんが練習でボコボコにした相打ちさんに KO 勝ちした人。ああ、なるほど。それだって強いの弱いよ。いや、わかんない、わかんないです。あかり強い説もあるから、もうわかんなくなる。確かに。まずね、まあでも僕の名前は確かにちょっと一緒なんですよね、本名が。僕で小川なんで名前が一緒なんですよね。だからどうし、小川として、小川として、として、じゃあやっぱ小川を応援したくない。いや、どうすかね、別にそこそんなに、あ、そうなんですね。そんなにない。小川に思い入れはそうですね。小川いっぱいいるんですよ。小川いっぱいいるんです。いや、小川結構いるんで。そうですね。ションいっぱいいるよ。え、やっぱ湧きます。いやいや、その小川さんには湧きますよ、やっぱり。じゃあ一緒じゃない。いやいや、知らない、知らないし。小川優太ですよ。小川優太ダメですか？こっちの側言うと違う。え、これ一緒っすか、これ一緒、一緒じゃないですよね。出ます、出ます、出るんですか？出る、出る。63キロ。はい、そうです、63。いけるかな。あと1週間ぐらいですね。1週間今何キロぐらいですか？80。あ、ちょっといいな。ちょっときついですね。医者はおすすめしない原因ですね。そうですね、ちょっと次行きますか。次行きましょう、次行きましょう。ドン。お、森下優輝対杉本翔です。森下優輝選手対杉本翔選手。気になるのはね、曇り知らずの激闘男、うん、どういうこと？確かに35歳ベテランファイター。あ、そうですね。どういうこと？え、知ってますか、森下選手？森下選手、存じ上げて、存じ上げてない。森下選手もともとタスク、はい、そうです、そのリングネームです、タスク選手だったんですよ、はい、そうです、はい、はい、リングネームが。だから結構そのそっちの名前だったら知ってるって人多いんじゃないですかね、結構そのライズに出てたんで。そうですね、かもすもくもないけど。そうですよね、これどっちが本名だったんですかね。どっちがどう入れ替わったのか分かんないですけど、でもそのタスク選手として知ってる僕としては、やっぱそのリアルディール、うん、福岡のジム所属で、その優輝選手が、うん、ライズのミスターライズですね。ミスターライズ
でもめちゃくちゃその何ていうかもうハートで戦うというか、そうですね、ど根性系なんですよ、うん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 、そんなイメージありますよね。だからゆうきさんイズムも、そうですね、そうですね、のゆうきの、あ、のゆうき、あ、そっちもらった、いや違う、これ全然違ったらどうします、おーとか言って全然違ったらどうします、これはちょっとあの総合を含め話してるんであの細かいことはあの、ね、そうですね、ライズのホームページ見て、そうですね、プロフィールを見ていただければ、はい、掘り下げていきましょう、また、はい、杉本翔、あれ杉本翔さん、あれちょっと声、声の、はい、手の声が、手の声、実はここにヤーマンさん隠れてました、手の声なのに、手の声が、タケズ渋谷所属で、まあ、あのどんな人かって言われたら、まあ、ゾンビみたいな人で、もうなんか本当殴ってるこっちが本当拳痛くなるぐらい殴られても前に、いやそれは嫌なタイプです、はい、じゃあ結構熱い試合になるというか、うん、競り合いになりそうですよね、うん、そういうの楽しみですね、でも楽しそう、ゾンビ対決ですね、ゾンビ対決、それが激闘になるかというか巻き込めるかというところが見どころです、ね、楽しみです、じゃあ次行きましょう、ドン、おガールズパワーになりましたね、ガールズパワー、女子の試合、女子の試合ですね、セリ JSK 対アイミリカ